はいどうも、バッドガイチャンネルでーす。お願いします。お願いします。てか、大沢選手、髪の毛ボサボサですね。マジ？結構、まあ、練習後なんで、練習後だからごめんなさい。キノコヘアみたいな感じになってる。セットも何もしてないから、どうでもいいんだ髪の毛は。はい、気にせず行きましょう。はい、お願いします。で、今回試合直前ということで、はい、聞いていきたいことがあるんですけど。はいはいはい。あ、僕次練習すぐあるんで、結構早めでお願いします。はい、では一つ目聞きます。試合間近の今の心境を教えてください。試合間近の今の心境、今が火曜日だから水木金土日、5日後か試合は。そうですね、5日後。ああ、でも今いつもと変わらないっすよ。いつもと変わらないっすね。はい、別に。ただなんかいつもよりいい緊張感を持ってます。なるほど。はい、結構緊張しやすいんですけど、なんかすごいいい緊張感のまま、この緊張感を保って試合に挑めそうな気がしてますね。じゃあ、はい、いい感覚でいると。そうです。じゃあ2つ目の質問します。お前なんかめちゃくちゃ下手くそですね。すいません。今日サイト休みですか？あ、お休みですね、はい、今日は。なんか代わりに僕が最近休みまくってんな。じゃあ2つ目聞きます。はい。相手はノックアウトの中でもすごい強い選手だと思うんですけど、ノックアウトという団体をどう見ていますか？はい、ああ、なるほど。相手のことじゃなくてノックアウトのことね。はい。俺の悩みも、まあいいや。ノックアウトという団体をどう見てますか？いや、ほんとごめんなさい。僕は別に、ノックアウトに限らず、K1 に限らず、ライズに限らず、はい、シュートボクシングに限らず、まあ、その他もろもろ、まあ、ライジンもそうだし、他団体もそうだし。僕格闘技見ないんで全く分かんないですよ。友達とかは見ますけど、はい、例えばライジンだったらスグル君出るときとかは見るし、まあ、ライズだったら一緒に練習してる選手が出るときは見るし、はい、まあ、K1 だったら松倉だったり、ね、まあ、友達出るときは見るけど、あんまちょっとその見ないんで格闘技自体を。難しいですけど、まあ、でも何度かもノックアウトの会場に足を運んだことありますけど、はい、なんかすごい盛り上がっていい団体だなと、楽しいな、見てて楽しいなと思います。すごい、はい、僕はそうですね、すごいなんか盛り上がってる団体だなって思いました。はい、強い選手がなんか多いイメージ、はい、多いイメージです。なるほどです。知名度っていうよりもちゃんとすごい強い選手がすごい多いなっていうイメージが僕の中ではあります。じゃ、強い選手が多いなっていうイメージがあるということで、はい、そうですね、ノックアウトは強い選手多いなと思いますね、自分的にはですけど。はい、はい、質問下手っす。止まってるでしょ。すいません。はい、じゃあ3つ目の質問します、はい、今回の試合は対抗戦になるんですけど、そこに対してどう思ってますか？対抗戦に対してどう思ってるか。はい、難しいな。いや、なんかそれね、こ、まあ、記者会見とかでも言われたんですけど、僕別に対抗戦のあれがないです。はい、対抗戦って意識が僕はないんですよ。お、相手は多分あるって言ってましたよね。そうですね、言ってましたね。だって別に対抗戦、別にほら、僕は自分のことクラッシュを代表する選手でもないし、クラッシュを代表するような戦い方も僕はしてないし、はい、なんか別に同じ日本でね、同じ国で同じ格闘技やってるんだから、なんかどの団体がどうとか別にあんまないんですよね。なるほど。日本人がみんな強ければいいじゃんっていう考えなんで、はい、対抗戦、まあこの団体とこの団体の対抗戦みたいな、よく最近になってたりして、なんか選手とかもそれで気合入ってる選手多いじゃないですか。はい、多いですね。いや、負けらんないとか、はい、団体背負ってるとか言う人多いけど、いや俺のね考えなんだけど、はい、いや、そんななんか他団体どうたらこうたらとか言ったりさ、負けらんないとかどうたらこうたら、他団体はどうたらとか言うやついるじゃん。いますね、結構。いや、だったらさ、他団体とお前ら交流持つなよって。確かに。プライベートだったり練習だったり、はい、いや、お前らさ、他団体ともいっぱい練習してるでしょ、他団体の選手とのプライベートで親交交流あるでしょって、はい、それでなんかそんなこと言ってたら、なんかわけわかんなくない？そうです、その通りですね。うん、僕そうやって思うんですよね。何言ってんだろうみたいな。うん、別になんか K1 だからどうとか、ライズだからどう、シュートボクシングだからどう、ビッグバンだからどう、ノックアウトだからどうとか、なんかそういうのが別になくて、みんななんかね、同じ国で同じ夢を目指してるじゃないけど、同じ格闘家なんで、はい、どの団体の選手にもリスペクト送ってますし、まあ、格闘家ってだけでリスペクト
ってますし、はい、団体は違うけど、みんな同じ志を持った仲間というか、まあ分かんないけどね、分かんないですけど、まあ別にいい人ぶってるわけじゃない、はい、これ結構前から僕思ってて、だって僕だって他団体の選手と交流全然あるし、はい、だからどの団体がどうとかはないです。なるほど。他団体がどうとか言ってる選手には、だったらお前そんなこと言ってるんだったら他団体の選手と交流持つなよって思っちゃいます。その通りですね。で、わかんないです。僕の言ってることが正しいか間違ってるかわかんないけど、僕はそう思います。だから別に、ノックアウト VS クラッシュっていう意識は僕は全くないです。じゃあ大沢選手の考えでは、はい、その特別な考え方はあまりないと。ないです。別にノックアウトの選手と戦う交流、対抗戦っていう考え一切ありません。一人の、日本で格闘技やってる一人の普通にすごい強い選手、はい、大谷選手はすごい強い選手なんでっていう考えです、うん、他は全然何とも思わないですね。じゃあ対抗戦っていうよりは大谷選手と試合をするっていう感覚 でノックアウトの選手と試合をするっていう感覚はないですね。大谷選手と試合をするっていう、はいはい、なるほどです、はい、僕は、はい、じゃあ続いて最後の質問になるんですけど、ね、すいません、ちょっと早いですね、はい、今回の試合に向けての意気込み とファンの人たちに向けてメッセージをいただければお願いします。試合についての意気込みか、まあなんかね、今回は本当に練習した、本当に練習したんですよね今回は、はい、だから緊張はもちろんあるんですけど、いい緊張感でなんか早く戦いたいなって思ってます。いつも結構怖いんですけど試合は、はい、すごい恐怖感もあって恐怖心があって怖いんですけど、まあ今回ももちろん怖いんですけど、はい、まあ、恐怖心はいつも通りもちろんあるんですけど、でもなんか早く戦いたいなってドキドキワクワクする感じですね。久々です、この感じが。試したい、はい、俺どれぐらい強くなったんだろうって、たくさん練習してきて、たくさんスパーリングしてきて、たくさんフィジカルしてきて、はい、本当にたくさんのトレーニング、たくさんの練習いっぱい積んできたんで、すごい自分でも気になります、うん、どんな戦い方になるんだろう。いつもより多くいっぱい練習してきて、それを緊張っていうよりかは早く試合で試したいみたいな感覚ですかね。そうですね、はい、まあ、練習通りやれば負けることはもう 100% ないんで、はい、絶対勝てるんで、本当に本当にただんたのすごい強い選手ばっかり、ね、スパーリングしてきたり、総合の選手もスパーリングして、パワーあってスピードのあるキックの選手もスパーリングして、テクニックあるキックの選手もすごいスパーリングして、でいつも言ってる赤羽にあるワンリンクジムの会長とも、すごい対策練ってたくさん練習してミット持ってってすごいやってきたんで、はい、なんか楽しみですね。俺どんだけ強くなってんだろうって。うん、なるほど。まあでもね、その練習でいくら強くてもそれは強さじゃないんで、はい、練習で強かった意味ないです。練習でやってきたことをそのまま試合出せるやつが強いんで、はい、よくいるじゃん、練習は強いが本番弱いとか。あ、いますね。そんなの別に実力でも何でもないんで、はい、本番での実力が一番の実力なんで、はい、だから練習通りの動きを本番に持っていけたらなと思います。まあ、持ってきます、今回は。はい、お願いします。まあ、ファンの人たちにはそうですね、まあ、今回はちょっといつもとちょっと違う自分を見せられたら、まあ、記者会見も言ったんですけどって思ってるんで、そこら辺を楽しみにしといてもらえたら嬉しいかなって思います。はい、はい、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、こんな感じですね。はい、で僕ちょっと練習あるんで、そろそろ、はい、すいません、じゃ今日はちょっと早めということで、はい、すいません、ありがとうございました。皆さんちょっと応援の方よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、またねー。